ヤンカウの戦いは30年戦争中の1645年3月5日、ボヘミア南部、プラハから5 0トル南東のヤンカウで正規した戦闘。30年戦争中で最も血なまぐさい戦闘の一つである。この戦闘では、スウェーデン軍が新生ローマ帝国軍を撃破した。マテアス・ガラス率いる軍勢は、ホルシュタインにより南へ撤退していたが、後と、 レンナート・トルステンソン率いるスウェーデン軍が追撃している。皇帝は豊かなボヘミアをスウェーデンの侵攻から守るためにハンガリー軍の大半を派遣してボヘミアの守備を増強した。メルフィオール・フォン・ハッツフェルト将軍は撤退している軍勢の指揮を引き継ぎ新しく徴兵された兵士を編入した。そこへヨハン・フォン・ゲッツェンの軍勢が到着、さらに バイエルン選定公が、ベルト将軍とシュポルク大佐率いる増援を派遣した、ため、皇帝軍は1万6千の軍勢となっていた。両軍とも1万6千人程度であり、かつ両軍とも敵に容赦しなかった戦闘は、スウェーデン軍の干渉に終わった。スウェーデン軍の砲兵の質も速度も上であり、形勢の変化に素早く適応することができた。 帝国軍は約半分の7000人しか戦場から離脱できなかった。司令官のハッツフェルトを含む帝国軍の中央部は包囲され、ほとんどが戦死したか捕虜にされた。4000から5000人が捕虜になった。ヤンカウデの敗北を知ると皇帝フェルディナント3世はウェプファルツのレーゲンスブルクへ撤退した。彼は進化にさらなる増援を要求、バイエルン戦抵抗。 マクシュミリアン一世にシュレイジエンとボヘミアの一部を担保にしたほどである。しかし、バイエルンとフランスの間の戦闘が続いたことで、バイエルンからの増援が期待できなくなった。皇帝は続いて教皇に資金援助を求めたが、1644年に、ウルバノス八世が死去、ついで教皇になったインノケンティウス十世は、ハプスブルク家を支持しなかったため援助は得られなかった。 そのため、皇帝は自分の資源に頼らざるを得なかった。一方、トルステンソン率いるスウェーデン軍がヤンカウで勝利したことで、プラハとウィーンへの道が開き、4月にはウィーンから30マイルのところまで進軍、ブルムを包囲した。しかし、スウェーデン軍は1645年内にプラハかウィーンまで着くことができず、12月末には相次ぐ戦闘により疲弊してしまった。 ありがとうございます。